ご覧いただきありがとうございます。本日は奈良市三条ひなき町にございます、こちらの柏のご紹介となっております。こちらのお部屋はですね、今このように工事中となっておりまして、これからね、大改装されて大変綺麗になるお部屋のご紹介となっております。まずこちらが、キッチンスペースなんですけれども、こちらの大きな窓の下に新しいキッチンが入る予定となっております。でこちらが、ちょっとしたスペース、洋室ですね。でこちらももともと和室だったお部屋を、このように洋室に生まれ変わっておりまして、こちらのね、クロスなんかを全部張り替えして大変綺麗なお部屋に仕上がる予定となっております。でこちらが、畳が入りまして、和室として使っていただけるような形になってますね。でこちらはサッシ等も全て入れ替えされておりまして、こちらの方にはですね、お庭がついております。でこのように屋根もねついておりますので、洗濯物もしっかりと干してもらえますし、このように縁側みたいな感じですごくゆったりと過ごしていただけるスペースになっております。専用庭があるっていうのはすごく嬉しいですね。でこちらの和室はですね、このように押し入れ収納もついておりますので、しっかりとね家具もたくさん置いていただけます。でこのように建具なんかも全部入れ替えされてまして、綺麗になってますね。でこちらは新しく作られました洗面台と、奥が洋式タイプのお手洗いとなっております。で浴室はこちらの奥ですね、これからまだ綺麗になりますね。でここ最後、こちらが玄関スペースとなっておりまして、やっぱり明るくて広い玄関ですね。シューズボックスとも置いていただけます。はい、こちらのお部屋はね、これから大変おしゃれなお部屋に生まれ変わる物件となっておりますので、そちらを楽しみに待っていただけたらと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸まさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。